本音で生きるための10か条を紹介しますはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはいということで、えー、僕はこれまで1万人以上の子供と大人に生きる力を育む教育を提供してきました自分らしく輝くためのサポートをしてきたんです その経験を通じて本音で生きている人自分らしく生きている人には共通点があったんです考え方であったり、えー、言い方であったり行動パターンであったり価値観です今日はその共通点を紹介します本音で生きるための10か条です はい、えー、ということで、普段このチャンネルでは、もう本音で生きるための行動習慣やライフスキルを紹介しています。えー、よかったらチャンネル登録をポチッて押してくれたら嬉しいです。あと、インスタ、ツイッター、ヒマラヤ音声メディアなどでも、えー、配信してますので、概要欄からご覧ください。はい、ということで、早速紹介していきましょう。えー、まず言いますね。1つ目、えー、空気は読む。だが抗がう。2つ目、嫌われることを恐れない。3つ目、 自分で自分を認める。四つ目目的を考える。五つ目相手の存在を肯定する。六つ目苦手なことを任せる。七つ目夢中になる。八つ目パートナーを自慢する。九自分の人生を語る。十自分を満たす。はい一つ一つ紹介していきましょう。ねえっとまあほぼ即興なんで。<laughs> えー エネルギー全開でいきましょうはい、えー、まず1つ目、えー、空気は読むだが抗う本音で生きてる人も自分らしく生きてる人も周りの人のことを考えるし周りの人の気持ちをね、えー、読み取るんですよそれは読み取ります考えますだからといってそれに従うかどうかっていうのは別の話ですみんながどんなことを求めてるのかどんなことを期待してるのかちゃんと読み取るけれどもそれを従うかどうかは別だということです、はい、みんなが赤信号を渡ってる危ない 危ない分かってるじゃあ危ないよって言うんですよ。それいくら空気を読んでないなとか言われようが危ないも危ないって言う。はい。みんながやってること思ってる気持ちも大事やけれどもそれ以上に、えー、その先のビジョンであったり目的それをやったことによってどんないい世界が実現されるんだろうっていうその先の世界もちゃんとイメージした上でイメージした上で、えー、自分はちゃんと行動するということです。空気は読むけどあらがう。 二つ目、えー、嫌われるこ,とを恐れ,ないこれねみんなに好かれるって無理でしょ不可能でしょ絶対無理なんですよあのマイケル・ジャクソンですらえ、えー、嫌われることあるんですよあのカレーライスですら嫌いな人いるんですよもう信じられないですよね だから、すべての人に認められよう、すべての人に褒められよう、すべての人に好かれようって、これ無理なんですよ。もう不可能なことにチャレンジして、チャレンジするとね、苦しいじゃないですか。だって実現しないんで。だから、もちろん、むんやろ無理して嫌われることはないし、えー、わざと、やろうこうや、傷つけるようなことを言う必要はないと思うんです。ただ 不,不可能だとということです、はい、みんながどんなことをと求めてるか期待してるのかっていうのをちゃんと考えることは大事だけれどもそれ以上に自分自分の本音を大切にするということ、はい、これが本音で生きる人の、えー、特徴です、えー、3つ目自分で自分を認める、はい、承認欲求ですよね承認欲求って2種類あって、まあ 他者から認められる他者の承認欲求と、あと自分で自分を認める自己承認欲求ってあります。これね、どちらも大事なんですけども、他者から認められたいという他者承認欲求が強すぎると、自分のことをないがしろにして、外側に意識を向いて、相手を満たそう、周りを満たそうってなってしまうんですよね。自分の心が満たされてないのに。そうするとね、やっぱ苦しくなるんですよ。 だから、やっぱ大原則としては自分の心の器があったとして、その心の器をまずちゃんと満たすということ、自分で自分を満たすということ、ちゃんとその心の器が満たされて、溢れた状態になったら、心にゆとりができて、余裕ができて、優しくできて、ね、えっと、なんやろ、ちょっとした問題行動も落ち着いて対処できるんですよ。だから、他者から認められたい、これも大事ですよ、悪くはない。 だけどそれと同じぐらい自分で自分を認めてあげるということこれも大事ですよね。はいえー、4つ目 目的を考えるですただやみくもにやるんじゃなくてそれをやった先に一体どんないいことがあるのかその目的を想像して今一生懸命取り組むということなんですよ。このね目的を考えて取り組むのと目的を考えずになんとなく取り組むのでは大きく変わってくるんですよ。実際にいろんなデータが出ていてただこの部屋をね掃除しておいてくださいって言われるよりもこの部屋を掃除する目的を伝えられて掃除することの方が、えー、より短い 時間でで掃除できたしよ、えー、よりきれいになったたとうデータがあるんですよ、ね、ただ同じことをやるにしても目的をイメージするだけでその,時その時の生産性ってグンと上がるんですよねパフォーマンスが向上するんですよだから目的をちゃんとイメージして、えー、行動するということこれ大事ですねはい、えー、次は何だろう 相手の存在を肯定する、はい、やっぱ自分が本音で生きるためには自分のことを肯定してくれる人認めてくれる人っていうのがそばにいることが大事なんですよ安全基地って言われるんですけど自分のことをちゃんと肯定してくれるあるがままのいいとこも悪いところも苦手なとこも得意ところも存在そのものを肯定してくれる人と一緒にいるということ一緒に過ごすことめっちゃ大事なんですよじゃあそのためにははまずは自分が 相手の存在を認めないと。相手の存在を肯定しないと。相手の能力、パフォーマンスだけじゃなくて、存在そのものを肯定する。そうすることで自分のあ安全基地ができていくんですよね。はい、えー。半分まで来ました。毎日 YouTube シリーズね。まあ、ちょっと頑張ってます。<laughs> 頑張ってます。はい。えーとはい、じゃあ次いきましょう。えー、6個目、えー。苦手なことを任せる。ね。 だって人間の最も最大のパフォーマンスを出す ために大事なことっていうのは自分がややりたいことをやることとをる自分が好きなことをやることじゃないですか嫌なことであって苦手なことをやるよりも大好きなことをやってたらものすごいパフォーマンス発揮できるでしょストレスなく苦痛なくはいだからなんですよだから自分が苦手なことは任せるんですよ自分が苦手なことは誰かの得意なことですだから積極的に任せていくはいこれ大事ですよねえー、な7つ目夢中になるということです 努力をすするるっていうよよりも夢中になるんですよ夢中になり自分がやる気を入れないととかスイッチを入れないとじゃなくて勝手にスイッチが入ってるんですよ。もう子どもの時のようにやろうブランコに乗るとか滑り台に乗るって別にスイッチ入れなくても、ね、やりたいからやってたじゃないですかそんな感じです。 やる気には2種類あって、外発的な動機と内発的な動機があるんですよ。その内発的な内側から湧き出てくる動機に火をつけて、それでやることが大事なんですよ。それはやっぱあの努力ではなくて夢中なんですよね。努力はね、夢中には勝てないんですよ。夢中になることが大事です。はい。で、8つ目。 パーートナーの自慢をする、えー、これも先ほどにも言ったその安全基地を作るってことも大事と関わってくるんですけどやっぱりね自分の最高のパフォーマンスを発揮するためにはパートナーの自慢をする。 パートナーが大事なんですよ。環境が大事なんですよ。自分のことを認めてくれる人、自分の夢を応援してくれる人、どんな時でも味方になってくれる人、その人とそばにいることが大事なんですで。そのためには、自分自身が相手を肯定して、相手のいいところを見つけることが大事。ピンってアンテナを立てる。相手のいいところを見つける。アンテナを立てて、相手のいいところを見つけて、相手にも伝えるし、そしていろんなところでそれを伝えていく。その自分の言葉が自分にも変えてきて、で、相手のことを尊敬できるようになってくるんですよね。 はいえー、10、自分を満たすこれ最後ですね、ここまで来ました、はいえー、この人生で、あ、じゃあ、そこ、その前にもう一つあったな、えー、っと9、自分の人生を語るです、はい、自分の会社を語ったり、自分の商品を語る、まあ、これ大事なんですよ、でもそれ以上に、自分の人生を語ること、これ大事ですよね、だって人生って物語じゃないですか、えー、主人公は僕、そして、 あななたじゃないですかで自分が自分の人生を生きないと誰が自分の人生を生きてくれるんですかって話なんですよ自分の人生を自分が生きてその自分の物語を生きてでその物語をちょっと俯瞰してみてその物語を切り取ってそれを語るんですよねその物語の中には楽しいことだけではなくて苦しいこともあったり悲しいこともあるでもそれは一つの物語として、えー、そ,のたそういうネガティブなことも悲しいこともあるから物語にスパイスが加わり楽しくなっていくんですよねはい でもタイタニックもそうじゃないですか。あの世界一大きな豪華客船が、えー、ヨーロッパを渡り、無事アメリカ大陸に着きました。全然思わないでしょ。はい。そう、そのね、そのいろんなネガティブなこと、苦しいことを乗り越えたから、あれがすごい感動的な物語になってるんですよ。ね。えー、何やったっけ、タイタニックだったら。いつもやったらスラスラ話せるんやけど。えー、貧乏の ジャックがなんかね、こうその豪華客船に乗ることができて、えー、本来ならありえない、えー、もういいや、やめとこう。もう僕よりも皆さんの詳しいんでね。まあ、要はその物語をちゃんと苦しいことも楽しいこともすべ、えー、て物語として語れるかどうか、で語ること大事ですよね。10、はいえーはい、自分を満たす。はい だってね自分の心を満たす自分の気分を満たす以上に大事なことはこの,この人生にないって思ってますはい何でも言いますそうこのね自分の心の器が満たされていない状態で相手を幸せにしよう幸せにしようってしてたら空っぽになるんですよ空っぽになったらもう生きていけないんですよねっ えー、カジノで言ったらコイン1枚の状態ですよ。そのコインがなくなってしまうと、もう人生が破滅。そういう状態やったら、そのコインを1枚渡すのってすっごい抵抗あるじゃないですか。新しいことをトライする、チャレンジするってね、すっごい勇気いることじゃないですか。でもそのね、自分の心の器にコインがたくさん満たされていたら、100枚あったら、1枚チャレンジするのって楽勝でしょ でだからですよ、まずは自分の心を満たすということ、コインをいっぱいにするということ。じゃあね、チャリンって溢れるじゃないですか。溢れたらそれを自然に相手に与えるんですよね。じゃあそうなると、それって別に帰ってこなくても、自分の心は満たされてるんでいいんですよ。見返りを期待せずに、自然に優しくできる、自然に相手に尽くせるんですよね。ギブできるんですよね。はい。だから、子育てでも、仕事でも、人生でも、何でもそう。自分の気分が満たされていない状態で相手に尽くすと。 ね、やっぱりね相手を不幸にしてしまうんですよだからまずは自分を満たす、はい、これ大事ですよねっていと,す、はい、ということですはいということで今日はね本音で生きるための10条を紹介してきました一、えー、1つ目、えー、空気は読むだが抗う2つ目嫌われることを恐れない3つ目自分で自分を認める4つ目目目的を考える5つ目、えー、相手の存在を肯定する6つ目 えー、苦手なことを任せる。7つ目、夢中になる。8、パートナーの自慢をする。9、自分の人生を語る。10、自分を満たす。はい、ということです。以前の僕はね、 全全部部ででででききてまませせんんししたた、はい、空気を読みすぎて言いたいことが言えないとかね苦手なことも引き受けて全部やってしまうとかね自分のことよりもまず相手を満たすとかね相手の存在を肯定できない相手の能力は認めれる結果を認めれるけど存在そのものを肯定できないとかねだから僕はね本音できられなかった本音1割の人生でした建前ばっかりでした建前9割やったんです。 はい、ですので、えー、これね10か条これまたもしかしたら半年経てば変わるかもしれません今の段階でこれをやれば本音で9割で生きれることができるというふうに思います、えー、何か一つでも何か一つでもやってみようってもうありましたか、えー、僕はね この5つ目の、相手の存在を肯定する、それスタッフであったり、部下であったり、子供であったり、えーまあ、関わる人、すべての存在を肯定するということを、これから2週間、意識して行動していきたいと思います。皆さんどどうでですか1つどれか1つつれも ちょっとね、いいなと思ったことを意識して行動してみてください。はい。えー、今日の配信、少しでも勉強になった、ためになった、お勝ち頑張れって思う方は、いいねボタンを押してくれたら、僕もマックスくんも嬉しいです。はい。こんな感じで、このチャンネルでは、あなたが自分らしく生きるため、そして本音で生きるための行動習慣、考え方、価値観、そしてライフスキルを紹介しています。よかったら、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。はい。 エンドそれではワンダフーな一日をお過ごしください。See you!